もし国の機関に正直に言ったことが漏れてしまったら、その民間企業の信用は下がり、株価が下がり、大変なことになるのはやっぱり人間的には恐れてるわけですね。というわけで、ある事柄、秘密を共有するためには、その秘密を渡す相手が本当に心から信頼できなければ、どんな仕組みも機能しない。これが私がこのセキュリティ企業にいて最も感じることでございます。で、この法案について私が最初述べましたように、もし例えば外国の政府がですね、日本との関係でこの秘密を教えてあげなければ日本の安全に関わるなと思ったとしても、それを私たちの国が守れないと思ったら果たして渡してくれるでしょうかという普通の疑問があってしかるべき で、今回そういうことで、まあ、これが出たんじゃないかと私的には解釈しているところであります。したがってこの法案についてはぜひですね、進めていきたいし、むしろ遅すぎたのではないか。実はさっき最初言いました、これからあとですね、ちょっと小さな疑義があります。それ言いますけれども、小さな疑義があったとしても遅すぎたのではないか、本当にそう思っています。ですから、まずこの法案をですね、よく審議していただいて通していただきたいというのが、まあ、国民あるいは裁判の専門家としての私の観点です。で、あと少しだけ時間がありますので、ちょっと気になっている点について先生方にちょっとお話ししたいと思っています。それはですね、一つは国の安全保障に著しい支障に関する法律ですよね。これ国の安全保障に著しい支障を与えることに対する法律なのに、罰則が10年以下というのは私的には軽すぎるんじゃないかと思っているんですが、いかがなものなんでしょうか。国の安全保障ですよ。普通の犯罪だったら10年20年、あるいは物を盗みました、僕分かりますけど、国の安全保障なのに10年以下というのは軽すぎるような気が私は思っています。まあ、森さん審議されて妥当な線だと思っているのかもしれませんが、僕の感覚はそうです。それからもう一つ、これはですね、私もマスコミ等を見て、うん、そうかもしれないと思っていることですが、チェック機能ですね。ここについては先生方にお考えいただきたいと思っています。確かに、うん、行政がですね、この仕組みを作るのは絶対必要で、そしてその行政の仕組みが必要なときに、それをチェックする機能がいるときに、今私の理解では行政の中でチェックがクローズするように私には感じられます。本来であれば日本国三権分立で、あと司法と行政、立法がありんですから、それぞれがチェック機能を持つべきで、国会および裁判所がそれぞれこういう秘密に関するものに対するチェックをかけるべきではないかと私は思っています。まあ、ただしですね、ただしもしそれを今すぐやれと僕が思ってても、自分の私でも分かるのですが、では国会の信頼に対するところはどうなってますか、裁判官の皆さんに対するところはどうなってますかっていうのが、この法律には入ってないわけでありますので、まあ、それは多分今後検討していただく必要があるんじゃないかなと、このように思っているところであります。以上で私の意見を終わりたいと思います。ありがとうございました。次に山崎公実人にお願いいたします。山崎公実人。埼玉弁護士会所属の弁護士で山崎徹と申します。本日は秘密保護法についての意見表明の機会をいただきありがとうございます。ただ、まあ、この公聴会が決まったのは昨日で、私が公実人となることの決まったのも昨日の夜の10時ということで、まあ、今日は午前の法律相談をキャンセルし、午後の会議もキャンセルし、まあ、大変無理をして、来たわけですけれども、まあ、何の前触れもなくですね、突然、地方公聴会を実施して、まあ、果たして、国民の声を聞いたと言えるのかどうかについては、疑問を持っています。内容に入りますが、まず第一に述べたいことは、民意は秘密保護法に反対しているということです。この法案はパブリックコメントで 80% 近い反対を受けた法案で、多くの国民が反対ないし慎重審議を求めてきた法案です。日本新聞協会などのマスコミ会、日本弁護士連合会をはじめとする放送会はこぞって反対を表明し、反対の声は学者、研究者、文化人、NGO など各分野に広がって、海外からも批判の声が出ています。衆議院での強行採決の後も
廃案を求める声はさらに拡大し、首都東京においても全国各地でも連日のように反対の運動が展開されています。私は弁護士19年目で、これまでも弁護士会の会員としてさまざまな法案に関わってきましたが、この法案ほど多種多様な人たちが反対の声を上げたことはなかったと思います。民意は秘密保護法案に反対しているわけです。国民主権のもと議会は民意を反映するものでなければなりません。そのような議会を指して議会制民主主義と言いますが、もしこの法案を参議院でも強行採決するということになれば、それは議会制民主主義の破壊であり、良識の府としての参議院の存在価値もなくなると思います。